自殺幇助の罪で今日東京地検に起訴されたのは、歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告です。猿之助被告は今年5月、東京目黒区の自宅で母親の信子さんに薬を用意するなどし自殺を手助けしたとして、先月27日に警視庁に逮捕され、その後今月18日には父親の市川段四郎さんの自殺を手助けした容疑でも再逮捕されていました。捜査関係者によりますと、猿之助被告は警視庁のこれまでの調べに対し、両親が自殺する手助けをしたことに間違いありません。両親と一緒に3人で自殺することになったのは、私に関する記事が週刊誌に掲載されることが一つの大きな引き金となったなどと話していたということです。